ラジオ川越ワンコラカラオケ歌自慢。ラジオ川越をお聞きの皆さん、こんにちは。6月5日土曜日、お昼12時を回りました。ラジオ川越ワンコラカラオケ歌自慢始まりました。私、この番組の MC ポリです。今週もよろしくお願いします。そして番組からお知らせがあります。このワンコラカラオケ歌自慢ですが、なんとスポンサーさんがつきました。わー、ちょその効果音違うでしょう。そうそれそれね。ラジオネームコスモさんがスポンサーになってくれました。ありがとうございます。また番組スポンサーは常時募集していますので、ラジオ川越のホームページでご確認ください。ワンコラツイッターにもリンクを貼っておきますので、確認してワンコラのスポンサーへのご検討をよろしくお願いします。この番組では iPhone、iPad 用のアプリ分析サイト JoySound の音源を使用してワンコーラス、略してワンコラを熱唱してもらう番組です。それでは番組を始めましょう。この番組はコスモさんの提供でお送りします。本日最初のワンコラさん、どうぞ。こんにちは。こんにちは。お名前をお願いします。はい、川越市の川越真澄と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。川越真澄さんって、川越ってここの川越の川の漢字で川越さんって言うんですか？そうなんです。三本川の川に越えるで川越真澄と申します。あ、はい、素晴らしい。まさに川越の。そうなんです。はい、もともと川越にずっと住んでいたんですけれども、はい、旧姓はもちろん違う名前で、はい、北海道生まれの川越さんと結婚することになりまして、ほうほう、川越市の川越になりました。なるほど。あの地元川越で結婚なされて、川越になった時に周りなんか言われませんでした？はい、はい、とてもシャレって言って、みんなにシャレって言って言われまして、とても最初にもう慣れるまでが本当に恥ずかしかったです。はい、で、あと今日ですね、はい、告知ということで、ラジオ川越のね、はい、これ毎週土曜日、はい、9時から10時暮らしにクラシック、はい、音の種まきのパーソナリティをやってらっしゃいますね。はい、そうなんです。はい、ちょっとどういう番組か告知してもらっていいですか？はい、こちらの番組は主にクラシックの番組ではあるんですけれど、はい、暮らしにクラシックをという副題をつけさせていただいた通り、はい、初めて、ね、クラシックっていうとなかなか、ね、聞かれる方が少ないジャンルではあると思うんですけれど、はい、そのね、身近にあまり感じないクラシックをもっともっと気軽に楽しんでいただこうと思って、毎回音楽家のゲストさんをお呼びして、はい、音楽家の裏話だったり、はい、コンサートの時の裏話だったりとか、はい、そして聞きやすいクラシックをベースにお伝えしております。なるほど、はい、クラシックはもう好きで長いんですか？私はずっともう本当に生まれた時からというか、本当物心ついた時からとても好きで、はい、そして逆にポピュラーの音楽がなかなか馴染みがなくって、はい、皆さんが聴いているのを一生懸命聴いて、あ、今これが流行っているんだなっていうのを聴はい、聞いていたっていう感じです。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。毎週土曜日9時から10時パーソナリティ川越真澄さんの暮らしにクラシック音の種まきは番組公式ツイッターに後でアップしておきますので、
確認してみてください。それでは本日歌っていただく曲は何でしょうか。はい、サラ・ブライトマンさんのタイムトゥーセイグッバイを歌わせていただきたいと思います。はい、それでは準備の方お願いいたします。はい、では本日最初のワンコラさん、川越真澄さんことマッスーさんが歌います。サラ・ブライトマンでタイムトゥーセイグッバイ、どうぞ。Quando sono sola sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce, una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi.Dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te.Adesso sì rivivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esisto non più. It's time to say goodbye. 本日は、たまたまスタジオの方にですね、すごく偉い方が、来てらしてるので無理やりオファーをかけさせていただきました。欧州連合所属、国際外交団国連世界平和協会人権大使の奥健一郎さんです。というわけで奥さんと呼んでよろしいですか。はい、名前が奥健一郎で確かに奥さんなんですけどね、はい、これは受けを取っているわけでも何でもなくて実はなんですけど、はい、ちょっと前にですね、自分は朝ゴミ出したんですよ、はい、そしたら隣の方が奥さんじゃないですかって言われたんで、はい、おはようございますって言われたら隣の奥さんだったんですよ。なるほどなるほど。そしたら自分の名前みんな奥だって知ってるもんだから、はい、ククって笑ってるんですよ。1ヶ月ぐらいゴミ出しできなかったんですよね。 なので僕ね、いつもケンちゃんって言われてるのでもうそっちの方がいいですね。奥さんでは誰の奥さんですかって必ずちょっと恐れ多いですけど、じゃあケンちゃんで行かせていただきます。ケンちゃんでお願いします。本当にもうそっちの方がいいと思いますので、はい、はい、まずケンちゃんですけど、はい、今日来てもらったんですよ、はい、ラジオ川越との関わり方っていうのはどういうことですか。これはですね、草薙かおるさんっていう方、ラジオ川越で有名な方だと思うんですけど、はい、ずいぶん前から知り合ってまして、はい、ちょっとブランクがあったんですけどね、はい、その後また最近復活しまして、はい、それで相変わらずすごい活躍されてたみたいなんですよ。それでいろいろ話してるうちに、まあ、ラジオ会が立ち上がってこういうすごいことやってるんだっていうことだったもんですから、はい、草薙薫と福建一郎のパワーオブザフューチャーっていうですね、はい、番組を一緒にやらせていただいてまして、なるほど、まあ、今に至ってるってそういう感じなんですけどね、はい、はい、なるほど。あとね、まあ、活動されているSDGs のお話をちょっとね、聞かせていただければと思います。はい、はい、SDGs ってなんかこうすごい難しいイメージがあるかもしれないんですけど、はい、これはですね、国連ってありますよね、はい、国連がですね、実は2015年に作った17の目標のことなんです。わかりやすく言うと、はい、でそれをですね、まあ、実は一つ一つは単純で、まあ、飢餓をなくそうとか貧困をなくそうとか、まあ、みんな健康にしようとか、そういうのはこうすごいシンプルな目標なんですけど、はい、それをですね、2030年前までに全部達成すると、で一人も取りこぼさず全員そうするんだっていうとんでもない宣言をぶち上げたんですよ。なるほど。でそれがまあ SDGs ってことで、はい、まあ、英語で言うとサステナブルデベロップメントゴールズの略なんですよね、はい、それが SDGs っていう、それをですねが中心にして番組を結構取り上げて話をしています、はい、こんな感じです、はい、なるほど、はいはい、告知の方をやっていただければありますけど大丈夫ですか。はい、これはですね、やっぱパワーオブザフューチャーってことなので未来に向けて力強くってことではあるんですけど、はい、まあ、国連のこともそうですし、今とにかく、まあ、コロナ禍でみんな元気がないしどうしていいか分かんないじゃないですか、はい、うん、でこういうふうにやって
ていこう、こういうふうに生きていこう、こういう考え方でやればいいんじゃないか、こういう行動を取っていけばいいんじゃないかっていうようなことをですね、我々なんか考えを押し付けるんじゃなくて、みんなで考えていきましょうというようなことですよね。だから視聴者からの意見もどしどし募集してますし、みんなで一緒になって知恵を集めていって行動していっていこうという、そういうことでパワーオブザフューチャーということで、パワフルな草薙さんと一緒にやってる次第です。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは、今回歌っていただく曲何でしょうか。これはですね、私が若い頃って尾崎豊っていう方が結構入りましたね。はい、有名ですよね。結構いい歌を歌ってるんですよ。はい、でその中で Forget Me Not っていう曲がありまして、はい、それをまあ歌わせていただければなと思ってます。それでは本日2番目のワンコラさん、奥さん、いやケンちゃんが歌います。尾崎豊の Forget Me Not、 どうぞ。小さな朝の光は疲れて眠る愛にこぼれて、流れた時の多さにうなずくように寄り添う二人、窓を叩く風に目覚めて君に頬寄せてみた。幸せかい、夕べのぬくもりにそっとささやいて強く君を抱きしめた。初めて君と出会った日、僕はビルの向こうの空をいつまでも探してた。君が教えてくれた花の名前は、町に埋もれそうな小さな忘れな草。本日3番目のワンコラさん、どうぞ。こんにちは、名前をお願いします。はい、はじめまして、トミデンと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回ね、告知があるそうですが、お願いできますか。はい、今私坂戸市から、来てるんですけど、はい、紙芝居ボランティア、アジサイの会っていうメンバーなんですけど、はい、まあ、メンバーさんの募集と、あとそのボランティアの、はい、PR として、はい、今YouTube の方に、坂戸ボランティア市民活動センターっていうお名前で、私たちのこれからの活動とかなんかを、現在、紹介をしていますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。これボランティアなんですけど、ボランティアに興味を持ったのはどういった経緯なんですか。そうですね、まあ、私もその今介護施設の方に、働いてますので、そういった時にやっぱ高齢者でも昔の紙芝居とかそういったのつながるんじゃないかな。で、あともともとその団体の方には私のピアノの先生が参加されてて、それでちょっと、まあ、知り合うっていう、こうきっかけになったのが始まりですね。なるほど。はい、これ紙芝居とありますが、これ自転車で紙芝居をやったりするんですか。一度だけその川越の大正ロマン通りがありますね。はい、そちらで一度呼ばれて呼んでいただいたときに、実際自転車の後ろに紙芝居の、はい、それ専用の舞台を、はいはい、あるので、それを乗っけて一度だけやったことがありますね。あ、なるほど、なるほど。はい、普段は普通にそのそうですね、机の上に置いてやるような形なので、まあ、公民館とかそういうところですね。ですね、はい、呼ばれたところなので、ちょっとさすがに自転車ごとは運べなくなってしまうので、はい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 、これ子どもたち大体どれぐらい来たりするんですか。場所にもよるんですけど、でも結構保育園とかだと園児例えば100人いたりとかっていうところも、以前も宮の方でもお邪魔したりとかありますので。なるほど。はい、反応が大きいですね。パーって笑ってくれたりとか。そうですね。はい、子どもさん以外でもこうご高齢の方のところもそうなんですけど、ただ読むだけではなくて、参加する紙芝居、そうですね、参加型の紙芝居っていうのもいろいろと取り入れてますし、間に歌入れたりとか体操入れたりゲーム入れたりとかはしています。なるほど、ありがとうございます。はい、でこれ収録では、ね、流れていませんが、オンエアで流れているこのバックの BGM、はい、この音源をね提供してくださってありがとうございます。はい、またね、番組用に、ジングル歌詞付きの、ね、楽譜提供いただいて、こちらもありがとうございます。現在ね、まだちょっと秘密なんですが、ある方がジングルを制作してくれてるみたいなので、はい、ね、仕上がりをお楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
富田さんが参加しているボランティア団体アジサイの会が紹介されている坂戸ボランティア市民活動センターの YouTube チャンネルは番組終了後にワンコラツイッターにアップしますので、そちらをチェックしてください。それでは今回ワンコラ歌っていただくは何でしょうか。はい、坂井正明さんの曲で街の明かりです。はい、わかりました。それでは歌の準備をお願いします。はい、お願いします。本日3番目のワンコラさん、富田さんが歌います。坂井正明さんの街の明かり、どうぞ。そばに誰かいないと沈みそうなこの胸、まるで潮が引いた後の暗い海のように、触れる肩のぬくもり感じながら話を、もっともっとできるならば今はそれでいいさ。息で曇る窓に書いた君の名前、指でたどり後の言葉迷いながら、そっと言った。街の明かりちらちら、あれは何をささやく、愛が一つ芽生えそうな胸が弾む時よ。本日最後のワンコラさん、どうぞ。こんにちは。こんにちは。お名前をお願いします。大雄と申します。大雄さん、はい、よろしくお願いします。はいはい、大雄さんね、ラジオカーゴで、2番組やっているそうですが、大雄の J ロックグルーバー 80s、はい、土曜日の深夜2時半から3時半ですよね。はいはい、じゃあ番組内容を紹介してもらっていいですかね。まあ、80年代の日本のロックを中心に流す番組は番組なんですけど、はい、リスナーさんからねメッセージとか募集しまして、まあ、それでちょっと答えながら、リクエストとかね進めていく感じにはなります。はいはいはい。まあブルーパーっていうのは、まあまあ番組でも紹介したんですけど、昔 NAC5 でミュージックブルーパーという番組がありまして、そこからちょっとリスペクトさせてもらって、ブルーパーだけをちょっと、はい、ブルーパーだけをいただいたっていう。いただいた。あ、なるほどなるほど、そういうことだったのか。はい、そして2つ目の番組ですが、これキュンキュン飛んで霞が関ラジオ川越編。あ、キュンキュンって言い方、これで合ってますか。あ、まあ大丈夫です。そうですね、3月2月だけはね、米幸のっていうパーソナリティがね務めたんですけど、はい、まあちょっと若い子だったんでキュンキュンって可愛く入れてみようっていう形で入ったんですけど、今ちょっと忍っていう野郎に変わったので変わっちゃったんです、ね。だからちょっと6月とか、まあ、それワンクール終わった後にちょっとキュンキュンを外して、なんかいいタイトルないかなって考えてはいます。なるほどなるほどなるほど。こちら何曜日に。土曜日。土曜日で、それはまあ早い時間帯の9時から9時半だったかな。はいはいはい、はい、こちらもまあ隔週。そうですね、隔週です。はい、はい、番組の内容は一体どういった感じですかね。イベントで飛んで霞が関ってやってるんですけど、はい、それのラジオバージョンっていう形で。なるほど。まあ単純にラジオなんで、まあイベントとは違うから、お店とか調べたりとか、取材しに行って、うんうんうん、それでそれも霞に特化して形でやれたらなと思ってて、うん、まあちょっとそこのお店とかを行ったりなんか、そのまだその実現できてないんですけど、まあ霞ゆかりのミュージシャンを紹介するとか、そのぐらいは今のところやってる感じですね、アーティストとか。うん、なるほど、ありがとう。はい、ありがとうございます。でこちらね、飛んで霞が関の告知があるんですよね。ああ、はい、そうですね、お願いできますか。はい、一応第2回の方はですね、6月の27日の日曜日に延期にはなっていたんですけども、はい、まあ、
昨今のコロナ事情を鑑みた上で、はい、やっぱり強行するっていうのはね、ちょっといかがなものかっていうところもありまして、うんうんうん、そこまでリスクを負ってやるっていうのもね難しいなと思いまして、一旦ちょっとブレイクということで中止っていう形に、うん、延期から中止っていう形にさせてもらいました、うんまあ、残念ですけどね、はい、そうですね。だその分今ラジオもありますね。そうですね、そうですね、はい、ラジオの方とか、まあ、あと YouTube の配信もやる予定なのに1回やったんですけどね、はい、2回目以降ちょっとやってないので、そういったところに、シフトしていって霞が関の魅力を伝えていけたらなとは思ってます、うん、なるほど。これもし開催していたとしたらどのようなイベントだったんですか。まあ1回目に似たような感じな、ライン似ているような形で、結局霞のミュージシャンとかが出てもらったりとか、まあ、前回の時はね、朗読劇とか、あとはエレクトーンを弾いてくれて、まあ、クニカさんって人ですけど、はい、方とかね、あとは、まあ、しゃべるだけの人とかトークであるとか、うん、まあまあ、実現できてはなかったんですけど、お笑いの人とかもね出てもらったらね、あ、そうですね、要するに表現者っていうくくりで、はいはい、そのミュージシャンとかそれだけにこだわらずにいろんな形で表現をしてもらえたらいいかなと思って始めたイベントなので、な、はい、まあ、そういう形で霞が関の、一応霞が関っていう風な形の名目で、うん、こんな人いますよっていう紹介ができればいいかなっていう、ね、情報発信がね、そうですね、うん、なるほど、ありがとうございました。大悠さんのね2番組、はい、ツイッターアカウントにね情報番組終了後、はい、コラの方にねアップしておきますので、はい、チェックしてみてください。はい、はい、それでは大悠さん、今回ワンコラ歌っていただく曲何でしょう。一番歌いやすい曲ということで、まあ、思って、はい、やっぱりボーイの曲が一番いいかなと思って、はい、まあ、80年代が一番影響を受けた世代でもあるんで、はい、私がだからそのノーニューヨークっていうボーイの鉄板の曲をちょっとやらせて、はい、僕も好きですよ。はい、と思って、はい、ありがとうございます。それでは大悠さん準備の方お願いいたします。はい、すいません、はい、本日最後のワンコラさん、大悠さんが歌います。ボーイのノーニューヨーク、どうぞ。シャワーを浴びて、わわわ、コロンを叩き、ウインク一つで、わわわ、この世を渡る、She's a beauty face, wow, wow, she's a beauty face.女神のようなその顔で、She's a beauty face, wow, wow, she's a beauty face. 花をちぎる、メイクを決めて、wow, wow, wow. ドレスをまとい。街角に立ち、ワワワ、男を誘う。She's a beauty face, ワワ、She's a beauty face。女神のようなその顔で、She's a beauty face, ワワ、She's a beauty face。花をちぎる、ニューヨーク、ニューヨーク、あいつを愛したら、ニューヨーク、ニューヨーク、星になるだけさ。さてさて、本日もあっという間の30分でしたが、いかがだったでしょうか。本日エンディングで流れています懐かしさを感じるこちらの曲をご紹介します。都市市川さんの僕の彼女はアスリートです。コメントもいただいているのでご紹介します。都市市川、富士見の市在住、1963年3月生まれの現在58歳。
20代の頃から社会人バンドでボーカルをやっていましたが、現在はギター弾き語りで活動しています。オリジナル曲は十数曲ありますが、それ以外は浜田省吾、甲斐バンド、杉山清隆などのカバーをやっています。またロードレーサーの愛好家でもあります。楽曲の紹介です。僕の彼女はアスリートは作詞作曲都市市川、編曲演奏大野博士。オリンピックを意識して元気がよくスポーツをテーマにした曲を作りたかった。歌詞の設定はランナーである彼女を応援する歌になってますが、スポーツだけでなく頑張っている女性の皆さんへ応援歌として受け取ってもらえると嬉しいですね。80年代ポップスを意識した曲になっているので、軽いノリでスロージョギングをしている感じで聴いてもらえるといいかもしれません。アレンジャーの大野博士氏は旧知のプロミュージシャンで、曲ができるとコラボ的な形でアレンジ、演奏、レコーディングを頼んでます。自主制作ですが CD も作ってます。コロナ禍のため近々のライブの予定はないですが、川越のジャミー、鶴瀬のパオパオ、上福岡のデンツクバンツク等のオープンマイクに時々顔出ししてますとのことです。都市石川さんの詳細は番組ツイッターにアップしますのでチェックしてくださいね。皆さん本日もお聞きいただき本当にありがとうございました。次回の番組は6月12日お昼からです。来週も聞いてくださいね。この後14時からグッドアフタヌーン川越としひろの文芸秘密基地です。聞いてくださいね。それでは引き続きラジオ川越でお楽しみください。また来週お耳にかかりましょう。ポニーでした。ではまた。さあ大きな深呼吸で心を整えて、君のエネルギーはみんなの声援だから、僕の彼女はアスリート、どんな時でも応援するよ、僕の彼女はアスリート、大きな夢を叶えよう、僕の彼女はアスリート、どんな時でも応援するよ、ウォーウォーウォー、僕の彼女はアスリート、大きな夢を叶えよう。この番組はコスモさんの提供でお送りしました。